株式会社、コイト製作所は、東京都港区に本拠を置く自動車用照明部品、航空機部品メーカーである。世界で唯一、光源から、ランプシステム制御までを開発、生産をしている。また、次世代の光源として期待されている、白色発光ダイオードに注目し、LED ヘッドランプの開発に取り組んでおり、2007年には、日夜科学工業との共同開発で、 レクサス LS600HL、LS600H への搭載で世界初の実用化に成功し、2013年には、世界初となる一等の光原で、ロービームとハイビームの切り替えが可能なバイビーム、LED ヘッドランプを開発し、翌年、マイナーチェンジを実施したプリウスアルファー、メビウスに先行搭載された。子会社に、鉄道車両機器、情報システム等の製造を行う。 小糸電工などがある。三井住友アセットマネジメントが販売するトヨタグループ株式ファンドを構成する会社である。同社の企業メッセージは安全を光に託して人と車の安全は私たちの願いである。アジアヨーロッパ北アメリカ中南米航空機座席の対価衝撃試験の記録を改ざん、鉄造して納品していたとして2010年2月8日国土交通省から 業務改善勧告を出された。国内外32社のコイト製作所。世界初 LED ヘッドランプの開発、実用化。2008年9月5日閲覧。ただし、廉価グレードはバイビーム LED ヘッドランプと同一の形状のレンズを持ったハロゲンヘッドランプとなる。エビヒホシ工業株式会社会社遠隔。自動車メーカーが発注する。 ヘッドランプ及びリアコンビネーションランプの見積もり合わせの参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について厚生取引委員会オリジナルの2013年4月12日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20130412205900/http://www.jftc.go.jp//houdu/pre-ssr-el-e-s-e/125//mar//13032 o html2019 年2月25日,日閲覧株式会社、コイット製作所に対する新決について、公正取引委員会、オリジナルの2019年2月20日時点における、アーカイブ。https web.archive.org web 20190220172922 https w w w j f t c g o j p スラッシュ h-o-u-d-o-u スラッシュ pr-e-s-s-r-e-l-e-s-e スラッシュ h 一一八零五三二 h t m l 二千十九年二月二十五日閲覧支配株主である株式会社コイト製作所による 当社株式に対する公開買い付けの結果に関するお知らせ K.I. ホールディングス2019年6月13日株式会社コイト製作所による当社株式に係る株式売り渡し請求を行うことの決定当該株式売り渡し請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ K.I. ホールディングス2019年6月27日 完全子会社の吸収合併に関するお知らせコイト製作所2020年1月30日コイト工業に対する業務改善勧告等について国土交通省航空局。 http://www.mlit.go.jp スラッシュレポートスラッシュプレススラッシュ c a b 1 1 h 1 8 0 0 0 2 h t m l 2 0 1 1年10月25日、閲覧。日本経済新聞社、コイト工業、航空機座席の記録改ざんなど国交省が、業務改善勧告。ありがとうございます。